これは何ちゅう植物ですかね。ヒノキ、立派ですね。樹齢何年なんだろう。50センチ、60センチぐらい。あれ、ヒノキの香りってお風呂とかいいですよね。ハシとか。こうやって多分これがヒノキ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 で、これはまた違いますよね。木の幹が。だから山登るとこういう楽しみも出てくるんですよ。ここが分かれ道になってて、でこれちょっと行って上がっていくのは新山の山頂で、こっちが展望台なんですよ。ただ、なんですか、展望台ってどんなに見れるんだろうって見てみると、実はっていう感じで、ただこれで木々がなくなると、結構開けるんで見通しはいいのかもしれないですけど、よいしょ。ここが一応展望台なんですけど何も見えませんみたいな。はい、ここですね。今ここです。こう上がってで、ここでで水場があって、キュッとで展望台で、ここですね。引き返すような感じですね。ちょっとここみんな触ってるから白くなってる。で、展望台が実はこんな感じなんですよ。何にも見えないと。で、実はここの高内山からここをずっと向こうには、これより先言うほどありませんって書いてますけど、ないわけじゃないんですね。ずっとずっと結構獣道みたいな道を行くと、渡りの方まで行けるんですね。で、さらには渡りから大熊の方まで行けて、この山脈みたいなのがあるんですけど、こういう形で、それの一番、北側の方まで行けるという話を聞いたことがあります。で、自分も夏かな、一回ちょっと行ってみたんですけど、途中でもちろん、山降りちゃったんですけど、行けないことはなさそうな、そんなに、険しいようなところじゃなかったですね。で、変なところに降りてしまって、下の、アスファルトの道を延々と歩かなくちゃいけなくなっちゃったっていうのがありますけど、で、なんだ展望台ってそんなものかって言って降りてきて、さっきのとこにつって、で、ここから新座の山頂ですね。山頂は眺めがいいんで。これは何ちゅう植物ですかね。すごい、ちょっとグロい。なんていう、すごいな。なんか猛毒がありそうな。んで、多分ここの分かれ道があれですね、なんか車が通るとか車両が通るって、わわわわ、車両が通るって、あの軽運搬車みたいな。ここはお太鼓峠ですね。新山山頂で展望台少年の森。要はここを車で来るんですけど、なんていうんですかね、エンジン付きの運搬車でえっちらおっちら上がるような感じですね。あのキャタピラの跡がついてますんで。で、ここの上にですね、実はあの東日本大震災でこの山本町っていうのも、このものすごく被災の方が、津波に飲まれた方もいて、で、ものすごく本当に一時は壊滅状態になるんじゃないかっていうような町で、なんとか今は道路が作って鉄道ができて、駅が作られていくんですけど、鎮魂の鐘っていうんですかね、亡くなった方の魂を鎮めるために、やっぱりこの町を一番見渡せる場所ですね。ああいう、先客がもういる。あ、工事してるんですね。
このキャタピラの跡なのかな。鎮魂の鐘を作るということになって工事中のようです。マジ？一番乗りじゃなかったんだ。基礎ってますね。じゃあもう到着です。現在9時41分なんで55分ですね。到着しました。ここは到達地点ですね。こんな感じです。よいしょ。287メートルで、そんな大した山じゃないんですね。6号線があって役場が見えますね。駐車場がいっぱい止まって太平洋があって、でこっちが蔵王ですね。あ、真正面にはこの屏風だけじゃなくてあれが見えますね。不動産、不動産があの高い尾根の左ちょこっとしているところ不動産ですね。で南屏風岳、屏風岳ってありますね。で一番高いところまでが熊野岳ですね。もうちょっと山形寄りで角田の町とか見えますね。手前に見える山は青瀬山ですね、うっすらと。で自分が行ったスキー場はもっと青瀬の裏なんで右手の方になるのかな。海沿いのスキー場は、あそこ春にカメラで撮っていきたいなと思って、夏に行って秋に今見晴らしてるという感じです。あっちが西側、角田っていう市なんで。しましょう。